劇場にも困ったものですな。あるいはそれこそ覇者たるゆえんかもしれぬが、しかし半兵衛も思い切ったことをするの。
秀千代殿、来てくださいましたか。人に化ける怪しが出るのはこの辺りと聞きます。怪しをもって小寿丸の死体と偽る。この一件収めるにはそれしかないでしょう。官兵衛殿は断じて謀反に走るようなお男ではありませぬ。秀千代殿、どうかお頼みします。
Yeah.
やつを使って少女丸に仕立てるというわけですな。さてさて、うまくいくとよいが。